ドレスデン空港はドイツザクセン州の州都ドレスデンにある国際空港である。ドレスデン空港は1935年7月11日ドレスデン北部クローチ地区に開設された。最初の計画では商用空港として計画されたがアドルフ・ヒトラーの第三帝国の過軍事的な利用の重要度が劇的に高まった。 第二次世界大戦中はもっぱら軍事利用のために強された。戦時中、ドレスデンは連合軍に壊滅的な攻撃を受けたが、空港は空港職員の抵抗により建物や施設の破壊を免れた。終戦の翌年、空港は旧ソビエト軍の教育センターとして使われる。再び商用空港として開かれたのは1957年6月16日である。 1959年に東側の重要国との間で国際運航が再開された。1950年中頃、旧東ドイツ政府は自らの手で航空産業を開発することを決断し、ジェット旅客機バーで152の開発を開始した。その中心的な場所として、東空港の重要性が高まった。しかしながら、1961年早くも、 旧東独政府はその試みが失敗であると悟ってしまった。既存の工場は整備作業や小規模な航空産業の開発や生産に使われるのみであった。その後、ドイツが再統一されると空港は拡張され、西欧諸国の首都などを結ぶ路線が追加された。交通量は1990年代前半には7倍に増加し1995年に第二ターミナルがオープンする。 2001年には第3ターミナルがオープンしさらにターミナルは拡張されている。これに合わせてドレスデン中心部と空港を結ぶ鉄道アクセスであるドレスデン S バーンも開業している。ルフトハンザドイツ航空サービスドレスデン社が東空港で旅客サービスを供している。2006年度の総旅客数は約183万人である。ありがとうございます。